ピアノグランドピアノを屋根を閉じた状態のベーゼンドルファー製グランドピアノ1920年代のシードマイヤー製グランドピアノの鍵盤フレーム現グランドピアノはピアノの一種。グランドピアノのボディは弦を保持するフレームと響き板から構成され3本の足の上に水平に置かれている。これらを合わせると全高は約1メートルに達する。 グランドピアノの形状はチェンバロが規範となっている。曲線上のボディ形状が鳥の翼に似ているため、ドイツ語では翼を意味する、フルーゲルと呼ばれる。フランス語では、ピアノアキューと呼ばれる。英語のグランドは、壮大な、豪華なという意味である。ボディの端から、鍵盤、アクション、ピンイーン板がある。側板の上部は開閉できる大屋根で覆われており。 大屋根を開けることで音を髪型にうまく逃がすことができる。グランドピアノの下側は18世紀のかなり初期の楽器を例外として通常は開放されている。ペダルが取り付けられている構造体はリラライアーと呼ばれる。アップライトピアノが空間や費用面での理由から主に家庭や学校で使われる場面が多いのに対して音の持続性があり、 一般的に違いをつけた演奏ができるグランドピアノは熱心に取り組むアマチュア奏者やプロの演奏家のための楽器である。コンサートホールには複数のメーカーのグランドピアノが常設されていることが多く、学校でも音楽室、行動、ホールや音響的には何があるものの全校の学生が集まって式典等を行う場を兼ねる体育館のステージ上などにおいては、 グランドピアノが設置してあるケースは多い。ボディは、支柱と共にグランドピアノのすべての構成要素を支える。外側の輪郭、いわゆるリムは今日はほぼ例外なく長い鋼材の層を乗りで、貼り合わせ、プレス加工により作られる。高級な楽器では、カエデの合板が好まれる。この製造法は1878年のシーカイセオドア・スタインウェイの発明に遡る。 グランドピアノのボディが個々の部品から組み立てられる前は湾曲した S 字型の厚板の製造に最も苦心した。ベーゼンドルファーの大型グランドピアノは今日でも合板ではなく無垢材で内リムが作られている。グランドピアノのボディの底部にある支柱は太く、カンナが消された溝付きの細継ぎされた角材から作られ以下の役割を果たしている。 一部の製造業者では、響き板の働きは、リムの輪郭の精密な形状の保持に依存している。その他の製造業者では、響き板は、調節可能なリムの輪郭によって曲げられている。棚板は鍵盤を含むアクションを支え、溝付木材で作られる。棚板の後ろには、ダムと呼ばれる板が横に渡されており、その上部に、ダンパーが位置する。ダムは、演奏機構と、 音響システムを分けている。グランドピアノの蓋は開けることができ、もし必要であれば外すこともできる。以前はボディはシェラックを使って入念に仕上げられていた。米国ではサテンブラック仕上げの塗装が一般的である。現在ヨーロッパとアジアにおいて製造されたピアノのボディの目に見える部分は大抵ポリエステル仕上げがなされている。色は大抵円のある黒色だが白色や 無職の場合もある。何層ものポリエステルラッカー仕上げ、特にポリエステル層の磨きは専門的な仕事である。この作業は可燃性の検索クズが生じるため危険であり、専門設備を備えた作業場でのみ行うことができる。通常はリムと支柱が完成した後に音響システムが組み込まれる。一部の製造業者はまず支柱と音響システムを組み立て、次に 音響システムの周りにリムを作る。スタインウェイ製、コンサートグランドピアノ D-274 の中鉄フレーム中鉄フレームはグランドピアノ内部の支持要素である。フレームは弦による15万から25万ニュートンの張力を支える。以前はもっぱら砂型鋳造だったが、近年は真空鋳造によっても生産されている。 真空成形されたフレームは、良い表面状態のこともあれば、望ましい表面品質を得るために手作業で修正が必要なこともある。中鉄フレームの材料は1840年代以降、歴史的にネズミ中鉄であったが、個々の製造業者は19世紀末以降は、ネズミ中鉄よりも、はるかに高い圧力負荷と曲げ負荷を持つ特殊な、鋳造素生を用いることもある。 歴史的に純木製フレームが中鉄フレームの前に使われた。従来よりも大規模なオーディトリアムのために弦の張力が上がり、ハンマーや弦が太くなるとハンマーの柄をブリッジするために構成クランプが使われるようになった。その後、1820年頃から弦の張力の一部を膀胱がピン板と弦プレートにボルトで固定されるようになった。次に、 一体成形の中鉄フレームが登場した。1859年に、ヘンリー・スタインウェイ・ジュニア、1869年に、その兄弟のセオドアが、交差源とピン板のカバーを考案し、今日でも通用する、グランドピアノのフレームの設計原理を練り上げた。今日、新たなグランドピアノ及びフレームを設計するために、カナダドルや有限要素法といった最新ツールが広く、使われている。 発よりが顕著な例であり、その他中国韓国、日本の会社もソフトウェアを使っている。楽器の音の特徴に大きく寄与する、響き板は弦の下響き板支えの上に格納される。響き板は、ブリッジによって伝達された弦の振動を吸収し、音として周囲に発する。響き板は、厚さ約1 0ト、mm、ルの頭皮属材からなり、中心に向かって湾曲している。 その曲がりは一方では底面に接着された響き棒によって安定化され、他方では外力によって形作られる。響き板に関してピアノ職人は、いわゆるコマーツや響き板の曲率、低、中、高音における3小弦の変異を測定する。変異の範囲は低音の 2mm から高音の約 1mm に大体なる。 今日の響き板はより良い振動のために周辺部が最大6ミリメートルほど削られる。スプルース材で作られた響き板は経年劣化する。スタインウェイや多くのアメリカのピアノ製造業者は今日の響き板の一般的な平均寿命は約50年であると述べており、50年経つとしばしば交換を進められる。しかしながらヨーロッパのピアノ製造業者は古い響き板の修復。 復元を好むことが多い。その上、響き板は温度の安定性や何にも増して比較的均一な湿度を使用上の必要条件とする。理想的には、響き板は約50%の相対湿度の環境に置かれるべきである。グランドピアノまたはアップライトピアノの響き板は冬に湿度が許容範囲をはるかに下回ることがある現代、住宅では 割れることがある。40%の最低湿度が保てないならば、響き板を保護するために加湿器の使用が望ましい。グランドピアノは地下、またはガレージに決して保管してはならない。こういった場所に置かれたピアノの響き板は水をたっぷり含み、次に温度が上がるとしばしば割れる。プロはこれに備えるため中古ピアノを購入するときは、木材水分計を使用する。個々の製造業者は、 熱帯環境での響き板荒れを防ぐために響け棒がボルトで固定された特殊な響き板も提供している。密に育った狭く均一なキメを持つ響き板用の欧州島被材はヨーロッパではアルプスの高地、しばしばイタリアのバルディフィエンメ、その他チェコなど東欧原産である。米国の供給元は 1920年代からアパラチア産のカナダ頭皮の供給が枯渇して、以降はカナダ及びアラスカ産の首都カ頭皮を加工している。現在はスプルース材だけでなく他の材料も使われる。例えば板ガラス製や炭素繊維強化プラスチック製の響き板がある。ピン板はリムへのインサート、またはフレーム下の隠れたユニットとしてボディの全部に位置している。 ピンイー板にはチューニングピンが打ち込まれており、チューニングピンには弦が巻き付けられている。ピンイー板は積層鋼材で作られている。現在グランドピアノではピンイータは中鉄フレームによって覆われている。これによって印象が良くなる。チューニングピンの保持力と指導トルクは非常に高くなければならないため、ピンイータは重要な要素である。ピンイータにおける チューニングピンの締め付けトルクの不具合は不十分な調律安定性と楽器の不具合の原因となり、チューニングピンの交換には高額な修理が必要となる。グランドピアノの製造方式に依存して弦を緩めるだけでなく、骨組み構造を取り外さなければならないことも時々ある。鍵盤の略図オクターブごとに7つの間音とそれらの間に5つの半音があり、合わせると12の鍵がある。 観音は普通は長鍵状にある。発見の表面はかつては造毛製であったが、現在は合成樹脂製で占められている。造毛素材は割れ、掛け、剥離変色が起こりやすい。5つの単鍵は高品質モデルでは、今でも国炭で作られている。現代グランドピアノは大抵88件を持つ。 オーストラリアのスチュアートサンズは102件のグランドピアノを製造している。3つ続く国権の中央の鍵のみが隣接する発見の間の中央にある。その他の国権は指が届きやすいようにわずかに外側にずれている。グランドピアノの国際取引では、鍵盤における造形の使用が問題となることが多い。米国や日本といった国々は素材、または、 グランドピアノが1980年代以前に製造されたと CITES によって証明されない限り造毛が使われたグランドピアノが国内に入らないよう厳格に法的規制をしているこれらの規制は厳しく実行される造毛が使われたグランドピアノは税管理によって解体され所有者はこの種のサービスに関する送り状を受け取ることになる代替素材には アクリル樹脂や人工造毛、骨、マンモス牙がある。CITES によって保証されたドイツの造毛ストックから造毛鍵盤,盤の新たに購入は可能である。造毛鍵盤,盤を持つスタインウェイグランドピアノの追加料金は約3000ユーロである。演奏機構は鍵の力をハンマーへ伝達し、ハンマーが弦を打つ。ハンマーは木製の芯と調整用毛で作られた。 圧縮フェルトからなる。ハンマーは下側から弦を打つ。ダンパーはハンマーが打弦する直前に弦から持ち上げられる。鍵を離すとダンパーは開始位置に戻り、音を減衰させる。グランドピアノのアクションの部品は西洋紙で、カエデ、カバー、合板、また時にはプラスチックで作られている。1700年頃、 バルトロメオ・クリストフォリは初めてチェンバロの発言機構をハンマーによる打弦機構に置き換えた。これにより飛躍的に小さな音量から大きな音量を使った演奏が可能になった。これがピアノフォルテの発明である。1825年、セバスチャン・エラールは最小限の鍵の動きで反復的な音を可能にする、いわゆるレペティション機構を作った。レペティション機構は今日まで。 グランドピアノにほぼ例外なく搭載されているが、アップライトピアノでは滅多にない。これ以後、グランドピアノの機構の改良は、ごく稀にしかなされていない。ブナ材からなる鍵は、まず板目材を接着し鍵盤の大きさの一枚板に加工し、その後帯の子で単一の鍵へと分割される。鍵の下にある鍵盤骨組みは鍵を格納するために使われ、その上に、 アクション機構が組み立てられる。鍵盤骨組みは、棚板の上にあり、ウナコルダ機能のために横に動かすことが可能である。したがって、全体の演奏機構は、鍵盤カバーと両側の木製ブロックを何段階かの、単純な工程で取り外した後に取り外すことができる。知らない人はこの工程に大変驚かされる。グランドピアノの演奏機構は、 1> 約1万1000個の部品を含み、これは現代の自動車の部品の2倍である。1870年、セオドアスタインウェイは、鍵の上に、すべてのアクション部品を格納するための勘定、金属製フレームを考案し、特許を取得した。新中製の管には、木材が圧入され、さらにその上にハンマーバットとレペティションナットがネジで止められる。これにより安定性が増した。 真鍮製の管はフレームの突起にハンダ付けされる。しかし今日は木材の断面を増大させることによって、そして1960年代以降のアルミニウム材を用いた日本のグランドピアノ製造業者の仕事によって、これに匹敵する、また時にはそれを超える安定性を持つはずである。1960年代以降、レペティション機構や持ち上げ機構、 またはその中の部品に木の代わりにより新しい素材を使おうという広範な試みがなされてきた。ニューヨークスタインウェイは1962年から1982年までブッシングにフェルトの代わりにテフロンを使用した。しかしながら木製部品とテフロンとで季節に伴う寸法の変動が異なるためカチッと音がする不具合を生み購入者と技術者から不満の声が上がった。 ニューヨークスタインウェイはこれを不具合と長年認めなかったが20年経ってようやくテフロンの使用を中止した。1980年代以降、河合はプラスチックの部品とアルミニウムレールを使ったグランドピアノのアクションを開発してきた。今日のウルトラレスポンシブアクションシステム及びヤマハの競合製品は市場でその地位を確立し信頼できると考えられる。 ヨーロッパの部品供給業者は、フェルトと木製の部品を信頼し続けている。ニューヨークスタインウェイは、近年自社でのアクションの製造を中止し、ハンブルクスタインウェイと同じ供給元から部品を入手するようになったため、グランドピアノのすべての部品、製造工程を完全に自社で行っている、製造業者はもはや存在しないということができる。 アクションの部品は現在すべて他の製造業者から購入されている。鍵盤機構における最新の発展は炭素繊維強化プラスチックで作られたレペティションおよびハンマーである。この演奏機構は米国のウェイスルニッケルグロス社と中国のパーソンズミュージックリミテッドがグランドピアノおよびアップライトのために提供している。一台のグランドピアノは 約230本の鋼鉄弦を持つ。高音部と中音部では、1音につき3本の弦が存在する。低音域では、1音につき1本、2本、または3本の銅線が巻き付けられた弦が存在する。弦についての各項目の計算は、グランドピアノの製造で必須であり、楽器の音の特性を決定する。長い弦は特に低音における音量と音のクリアさに、 とって有益である。弦が短くなると弦はより重くなり音質はより濁る。従って全長 180cm 以下の小型グランドピアノは音質の観点からは不利である。ペダルがついたリラペダルが取り付けられる構成要素は専門用語でリラと呼ばれる。これは古い楽器の場合その形状が同名のギリシアの弦楽器と似ていたためである。 ペダル操作は音に影響する。ファツよりはモデル308のために4番目のペダルを提供している。これはアップライトにおける弱音ペダルのようにハンマーを弦に近づけ、これによってグランドピアノの左ペダルのように音質を変化させることなく弱音演奏することが容易になる。シュタイングレーバーはオプションで特別な左ペダル機能を提供している。まず、 左ペダルを踏むと、ウナコルダシフトが起こり、さらにペダルを踏み込むと、ハンマーが弦に近づき、弱音のコントロールが容易となる。ホイッヒのすべてのグランドピアノモデルは、ペイダレイ・アルモニークという第4のペダルを備える。このペダルは一つのペダルで以下の3つの異なる機能を果たす。ペダルが完全に押し下げられると、従来のダンパーペダルと同じ挙動となる。 ペダルが中間まで押し下げられると、すべてのダンパーが持ち上がるが、演奏され、離された鍵のダンパーのみが、弦に落ちる。演奏されていないその他の弦はダンパーで消音されない、ままになる。これによって、音の上音が響き続ける。ベヒシュタイン製、サロングランドピアノグランドピアノは、多くの異なる大きさで製造される。以下は標準化されていない分類である。 今日のグランドピアノの幅は一般的に150から158センチメートルである。歴史的なグランドピアノは音域が狭く幅もはるかに狭い。小型のグランドピアノに対するベビーグランドピアノという用語は音楽がブルジョワジーにも次第に一般的となり楽器に需要が大きくなった19世紀に遡る。貴族階級の邸宅には 長さ最大3メートルのフォルテピアノを置くための十分な空間があったが、それより狭い一般市民の住宅にはなかった。そのため、旧式の長い楽器が切って短くされた。これは、下部中音と低音におけるバリゲンの変化も必要とした。これにより、音質の顕著な変化も生じた。しかしながら、より短い設計のグランドピアノはアクション、響き板の形状。 女放射といった点で、アップライトピアノとは異なる。今日の理解によれば、大型のグランドピアノを切って縮小したのではなく、新しく製造された、最初のベビーグランドピアノは1865年に、エルンスト・カプスピアノ・ファブリック・エジーによって製造された。ベビーグランドピアノは、音量ではより大きな、響き板を持つ大型ピアノに容易に上回られる。しかしながら、 ベビーグランドピアノはアップライトピアノでは得ることができない。グランドピアノの長所を保持している。音色の点で良いアップライトに勝るためには、グランドピアノの長さは 170cm を下回るべきではない。短いグランドピアノでは低音における妥協が大きすぎる。現在、ベビーグランドピアノは大抵 150cm の長さで製造される。時折、 低音源が斜めに張られ、長さが128センチメートルを下回る。グランドピアノを目にすることもあるが、これはスクエアピアノに近くなる。スクエアピアノは構造的、音色的な短所のため19世紀中頃から末に、すでに見放された。特殊な設計のベビーグランドピアノに、ベルグランドピアノがある。この名称は、ボディの形状が対照的な小形であることに由来する。 低音は中心に対して斜めに張られる。その形状のためベルグランドピアノは部屋の隅にうまく設置することができる。音色的にはベルグランドピアノは非対称系のベビーグランドピアノと同じ制約を受けることになる。しかしながらかつてはベルグランドピアノと同じ対照的な配置のコンサートグランドピアノが存在した。典型的なコンサートグランドは 全長およそ270から285センチメートルである。スタインウェイリーディの全長は274センチメートルである。より大きなコンサートグランドピアノもある。ベーゼンドルファー・インペリアルは290センチメートル、ファチオリカイ308は308センチメートルである。しかしながら、約3メートルのスチール弦にかかる高い張力を、 考えると、現在利用可能な素材の技術的限界に達している。さらに大型のグランドピアノは、こういった高い張力では製造できず、従って、カーネギーホールといった大きなコンサートホールには適さない。そのスケールは、音の飛びや十分な音量、パンチ力の欠如のため、今日の演奏会での使用には不向きである。それらの長所はより長い幻聴による低い。 インハーモニシティにある。その結果、滑らかで、丸い音が得られる。コンサートグランドピアノの典型的な、重さはおよそ550から6 0 0ラムである。最も一般的なステージグランドピアノである、スタインウェイ D-274 は、今日のコンサートグランドでは、最も軽く、重さは、わずか約4 8 0ラムである。 ベーゼンドルファー・インペリアル290のような非常に大きなグランドピアノは軽く6 0 0ラムを超える。スタインウェイの歴史の中で最も重い1880年頃のセンテニアル D の重さはだいたい7 0 0ラムであったと伝えられている。同程度の重量のモデルには6 9 0ラムのファチオリカイマイナス308がある。 コンクリート床う海外へのこういった重いグランドピアノの設置には構造工学技術者への相談が懸命である。コンサートグランドピアノは非常に大きな音量を得ることができる。非常に大きなホールでのピアノ競争局でもオーケストラ対しても事故を主張することが可能である。結局のところ現在の標準的なサイズはおよそ3000人の 聴衆を収容できるカーネギーホールの大きさために19世紀の終わりに設計された。今日、より大型のホールにおいても、電子的な増幅なしにピアノ競争曲が演奏される。その最大音量のため、コンサートグランドピアノは、通常の設定では、個人の生活空間には不向きなことが多い。しかしながら、これらは、より穏やかなイントネーションやアクションの調整によって、 音量が100平方メートル以下の今でも問題がないように改善することができる。外しておよそ210から220センチメートルのセミコンサートグランドピアノが意欲的なピアニストの最も需要が高い楽器である。スタインウェイ製の2台のグランドピアノを用いたピンチペダルピアノシステム、ヨーゼフ・ブロッドマンによるペダルフォルテピアノ特殊な形態のグランドピアノとして ペダルグランドピアノがある。これは、教会オルガンと似たペダル鍵盤を有している。これらの楽器やペダルを備えたチェンバロは主に、演奏者が、教会に出向いたり、不意語職人の助けを当てにしたりすることなく、オルガン音楽を練習するために使用された。しかしながら、ロベルト・シューマンといった一部の作曲家は、ペダルグランドピアノのための作品も書いた。 ペダルグランドピアノは二つの異なる独立した楽器から構成されるか、もしくは元のピアノのボディの下に、ペダルによって演奏される弦が組み込まれる。また、ペダルが上部の通常のアクション機構に連結され、鍵盤が鳴らすのと同じ弦が鳴らされるモデルも存在する。有名なグランドピアノ製造業者。US2051633 サウンドボード。 4ピアノズアザーインストルメンツはデバイシーズ、ユージングサウンドボード、スティームコ、クリスタルサウンドボード。2018年5月2日閲覧。スチュアートサンズ、ハット・スタンディ・サディ、ザ・ニューグローブ・ディクショナリー・オブ・ミュージック・アンド・ミュージシャンズ、に、アウス・ガーブ、マクミラン、ロンドン2001、スティッチはアット・ソステヌート・ペダル。 パタンツクリフトでトナーアルティペドルズアウフ www.googlecom そのためドイツ語ではベビーグランドピアノはスタッツフラゲルと呼ばれるマーチン・シュミディングデア・ペデルフラゲルインストゥルメンタール・レボリューション・オーダー・サクニアッサデアムージー・クリーチェニエボリューションアルス・オーガニー 58JG 139145、一瞬0004から2919、http コロンスラッシュスラッシュ www.gdo.de スラッシュ fileadmin スラッシュ gdo スラッシュ pdfs ラッシュ a o 1 0 3 s c h m e d i n g p d f 2 0 1 3年7月30日閲覧 マーチン・シュミディング、デア・ペデル・フラゲル、インストゥルメンタル・レボリューション・オーダー・サクニアッサ・デア、ムージー・クリーチェニ・エボリューション。アルス・オーガニー・58、JG。 百四十一瞬零零0 4から二千九百十九 http コロンスラッシュスラッシュ www.gdo.de スラッシュ fileadmin スラッシュ gdo スラッシュ pdfs スラッシュ ao-1003-schmedin シュ一 a g p <do>. d f 二零一三年七月三十日へ閲覧ありがとうございます。